日本マイスター検定協会では、新たに日本ベストカーフレンド賞を創設いたしました。車のある生活を楽しみ、車産業の発展、車文化の醸成に貢献されていると思われる方を選考し、日本ベストカーフレンド賞として表彰いたします。本日は記念すべき第1回目となる日本ベストカーフレンド賞2015の受賞者発表と表彰式を執り行いたいと思います。表彰式のプレゼンターは一般社団法人日本マイスター検定協会代表理事山内義信、そしてテリー伊藤さん、よろしくお願いいたします。わかりました。さあ、それでは日本ベストカーフレンド賞2015受賞者を発表いたします。まずお一人目は平成のぶしこぶし吉村隆さんです。おめでとうございます。来ましたね。来ましたね。あ、素敵ないでたちで、どうぞ吉村さん、ステージ中央にお越しください。どうしたんですか。相変わらず持ってってますね。ありがとうございます。それでは早速山内代表理事から表彰状が贈られます。おめでとうございます。ありがとうございます。ファッションも今日はバッチリとお決めいただいて。そうなんですよ。吉村さんの受賞理由を言ってよろしいでしょうか。まだいいんですか。はい、あとで、はい、思ったよりも理事があったかいっていう。はい。お二人目は三原純子さんです。三原純子さん、本日こちらの受賞式に駆けつけてくださる予定だったんですが、うん、皆様もご存知の通りかと思います。本日は、参議院本会議のため大変残念ながらご欠席となってしまいました、うん、ですが三原様からは、受賞の喜びを VTR でお寄せいただいておりますので、ここで皆様にご覧いただきたいと思います。皆様こんにちは。この度日本ベストカーフレンド賞を受賞いたしました参議院議員三原純子でございます。かつてはですね、モータースポーツのレーシングドライバーとして、活動していた時期がある私にとって、今回の受賞、本当に大変嬉しく思っているところでございます。今はですね、自由民主党のモータースポーツ振興議員連盟の事務局長として、政治の舞台から自動車業界の皆様方を応援をさせていただいているところでございます。テリーさん、お久しぶりです。お元気でしょうか。はい。これからも応援団長のテリー伊藤さんと、そして車マイスター検定の皆様と共に、自動車業界、応援していく所存でございますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。誠にありがとうございました。いやー、すごいですね。すごいですね。もうすっかり僕はね、セクシーナイトのこれの三原純子さんも知ってるけど、もうすっかりもうね、先生の顔になってましたよね。後ろにもう日の丸がありましたからね。見事です。はい、おめでとうございました。三原さんへの表彰状とトロフィーは後日お渡しさせていただきたいと思います。はい、さあ、それでは続いての受賞者を発表したいと思います。3人目の受賞者は黒柳徹子さんです。黒柳さんなんですが、テリーさん、とにかく第1回目となる日本ベストカーフレンド賞の受賞、大変喜んでくださっていたんですが、はい、本日体調不良ということで。いや、そうなんです。昨日の夜ね、実はそういう話があったんですよね。はい、はい、大変残念ながら本日はご欠席となります。ですが黒柳さんからは大変ご丁寧なお手紙を頂戴しておりますので、ここで私から皆様にご紹介をさせていただきたいと思います。私が現在乗っている水素の自動車、未来について褒めてくださるということで、ものすごく楽しみにしておりました。私は公害をなるべく少なくする自動車が好きで、10年ぐらいプリウスに乗っていました。でもガソリンを使わない未来ができることを知って、一番に申し込みました。水素ステーションが少ないんじゃないかという心配もありましたが、
私のところから割と近い東京タワーのところに水素ステーションを見つけ、そこを使っております。私が乗っている未来は白に黒の模様なので、大好きなパンダに似ていると思っています。乗り心地もすごくよく、ガソリンと違って水素は1ヶ月に1回くらい入れれば十分です。未来という名前も気に入っています。今日は伺うつもりで楽しみにしていましたのに、突然風邪をひき、こじらせてはいけないということで授賞式に伺えなかったことを心からお詫び申し上げます。この未来の後にはどんな車が出るのでしょう。なるだけ長生きをして、空気を汚さない車を運転したいと願っています。私に日本ベストカーフレンド賞をくださったということを心から嬉しく思っております。今日はありがとうございます。2015年7月29日、黒柳徹子。テリーさん嬉しいですね。そうなんですね、うん、本当にちょっと体調崩してね、心配なんですけども、はい、非常に車に対する意識、そしてね、環境に対する黒柳さん意識が高いのでね、今回の受賞の理由になりました。はい、はい、さあ、そして皆様、表彰式まだまだ終わりません。実は日本ベストカーフレンド賞2015を受賞された方がもう一方いらっしゃいます。それでは発表いたしましょう。4人目は春菜愛さんです。おめでとうございます。それでは山内代表理事から表彰状をお渡しいただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いてテリー伊藤さんからトロフィーをお送りいただきます。ありがとうございます。春菜さん、おめでとうございました。以上、日本ベストカーフレンド賞2015を受賞されました黒柳徹子さん、三原純子さん、平成のぶしこぶし吉村隆さん、春菜愛さんです。